バイオリン虫は、オサムシ科に属する昆虫である。内輪虫とも呼ばれる。体長が10センチメートル、横幅5センチメートルにもなる大型のカブトムシ。しかし体の厚さは5ミリメートルぐらいである。これにより木の隙間に身を潜ませることができる。落とし踏みのような長い頭部を持ち触角は、頭の半分くらいの長さ、また足も長い。前種はさらに周辺に。 茶色の浴場構造を発達させている。羽が異様で飛行能力はないように見えるが飛べる。バイオリン虫及び内輪虫という和名の由来は得意な外見がバイオリンや内輪に似ていることから昆虫写真家の運の数をによって命名された。英名であるバイオリンビートル、フィードルビートル、ギタービートルも外見を竜ト族の弦楽器に見立てたことに由来した名称である。 生虫幼中ともに、熱帯雨林に生える猿の腰掛けを穴を開けながら食べ、そこに潜み、猿の腰掛けにやってくる虫も捕食している。また、危険を察知すると、お尻からアンモニア臭の鋭毒液を噴射するので注意が、必要見た目が奇妙なため19世紀、パリの博物館はおよそ1000フランもの大金を投じて、これの標本を購入した。インドネシア。 マレーシアの熱帯雨林3亜種に分けられる。バイオリン虫属には他に4種が所属する。ありがとうございます。